はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TSK さんですね。はい、オブジディアン一つですね。ちょっと時間がね、WBC 終わって時間が、はい、取れるようになりましたんで。よいしょ。PB、あ、こうだ。これ、前こうだったよね。ね、どうだったっけ？なんか。はい。ってことで、ちょっと PB 割を復活しましたね。よいしょ。はい、じゃあ開けていきます。はい、まずベースカードはマーク・アンドリュースか。いいタイトルですよ。うん。いや、ケルシーの次はもう彼だと思ってます、店長。うん。いや、キャッチングセンスは素晴らしいですよ。ラマジャック走っちゃうからもうちょっとこうね、パスパスというかね、うん、難しい。難しいですね、アメフトはね、うん。どれが良かったなんてないですからね。はい。もう次からこう分厚いので、はい。この向きでいきます。お、パッチだ。はい。カルビン・オースティンのパッチが来ました。これは何色？黄色？25だ。はい。10シリですね。ああ、25シリの10番。はい、黄色だと思いますね。ライムグリーンとかあったかな。まあ、うん。見た目黄色っぽいです。よいしょ。で、次。あ、また同じタイプだ。で、スティーラーズだ。今度、ピケンスですね。はい。人によるかもしれませんが、どうなんでしょうね。125からなのかな。で、色ついて、小尻になるとパッチになるイメージですかね。ちょっと待って、これ、スティーラーズリーチじゃない。スティーラーズリーチかどうか、どうでしょう。サインだ。KC ですね。はい、トレント・マクダフィ。カール・ピケンスとか、息子じゃないのかな。で、これね、OJ マクダフィーの息子じゃないかな。ちょっと思っちゃいますけどね。50シリ。これもグリーンっぽいですね。はい。で、ここもサインですよね。お、QB だ。お、ちょっと PB2 連続 QB 来てる。マット・キャロル。おー、いいっすね。はい。ゴーラルか。ね。99シリの70です。まあ、パンサーズの QB、QB、QB 補強みたいな感じになってますけど。まあ、どうでしょうね。うん。はい。コーチ陣は、まあ1年目のね、練習風景とかも見てて、取った方がいいんじゃないかっていう判断かもしれないですけどね。まあまだ実績がないですからね。あとは本番出てからですよね。アメフトは本当に。練習良くても、ね、うん、っていう。めっちゃ長距離走る馬とか、ね、いるんですよ。でもね、ゲートがバカです。っていう。いますよ。はい。ゲート試験通んねえからダメだな、みたいな。います、います、本当に。リアルに。で、レギュラーはマリック。100シリ。いや、ほんとね、そういう、もったいないなと思うんですけどね。で、オースティンのグリーンですね。これも50。はい。ルーキーのオートジャージ以外はほぼ AFC で固まってましたね。でもまあ、ね、QB でしたから。よかったんではないでしょうか。はい。で、あとは、レギュラーですね。オートルーキーも、チーフスは強いですからね。こういう、王者のチームに、ディフェンシブバック陣でも、全然あるとね、やっぱ、チャンピオンシップとかスーパーボール出るとね、おお、俺持ってるみたいな。マクダフィー見ようみたいな。まあそういうのいいですよね。はい、ということで、ジャージ2枚はスティーラーズでした。で、チーフスのオートルーキーと、ね、キュービーの
来年どうだろうなみたいなところですけど、頑張ってもらいたいです。はい、じゃあこちらでね、今日発送いたします。またチャレンジしてください。ありがとうございました。